このレッスンでは複数のカーブからナーブスのサーフェイスを作るロフトツールについて紹介します。ロフトツールはカーブからサーフェイスを作るツールの中でも一番使用頻度が高いツールです。まずはじめにカーブを作ります。作成 CV カーブツールを選びまして、左マウスクリックで CV を書いていきます。書き終わりましたら Enter キーか Return キーを押してツールの作成を終了します。 また同じように書いてもいいんですけども、今回は編集、複製を選んでコピーを取りましょう。移動ツールを選んで上に持っていきます。もう一度複製します。そして上に持っていきます。次にこのカーブ3つできましたから、下から順に下、真ん中、上と選んでください。そしてサーフェス、ロフト、オプションボックスを見ていきましょう。オプションなんですけども、 パラメータが設定できまして、均一か弦の長さか選べます。ほとんどのモデリングの場合はこの均一でいいと思うんですけども、特殊な場合、例えば他のモデルのサーフィスが弦の長さで作られているとか、あとテクスチャーをこう伸ばしたりしたくないという場合は弦の長さを選べます。次に自動反転なんですけども、これは何,何を反転してくれるかと言いますと、この使っているカーブの一つでも方向が反対側の場合、えー、自動反転がチェックされてないと、 サーフェイスがこんな風にねじれてしまいます。ですので、この自動反転がついていると、そのカーブの方向が反対の場合でも自動に反転して、きれいにロフトを作ってくれます。あと、サーフェイスの時数が選べたり、カーブの間のスパンの数を選べたりします。ロフトボタンを押してロフトを作ります。今からスペースキーを押して、4ビューに行った後に、またパースペクティブの上で、 スペースキーを押して、こサーフェースがあるんですけども、まだヒストリーがつながっているので、この、えー、元作ったカーブを選んで、これを移動ツールで上に持っていったりすると、サーフェースが追随します。こういったいろんな形を作ることができます。 これ、あのー、ロフトするときにいくつか注意点がありまして、まずはじめに、ロフトするときは必ずこう順番に1、2、3と、どちらかの方角でもいい、方向からでもいいんですけども、選んでください。もしそうしない場合で、この、例えばこれが一番初めで、2つ目がこのカーブ、3つ目がこのカーブといった場合のロフトをしますと、こんな風に、こっちからこっちに繋がった後また真ん中っていう風になってしまうので、 変なサーフェスになってしまいます。あとは、あの、これ複製したので、今すべてのカーブの、コントロール頂点、ほぼ同じところにありますので、今みたいに綺麗にロフトできるんですけども、これがもし、そうじゃなかった場合、例えばこの一番上のカーブ消しまして、 またトップビューに行きまして、スペースバーを押してトップビューに行っています。で、えー、作成 CV カーブツールで、下の線よりもずっと多い CV の数で線を作ったとします。この3つをロフトしようとしますと、下からこう真ん中上と選んでいきましょう。サーフェイスロフトをしたとき、こんな感じにあまり綺麗とは言えないサーフェイスの、えー、アイソパーアラームの え、形になってしまいます。ですので、ロフトするときはだいたい CV の数を合わせていきましょう。このようにロフトツールは複数のカーブを必要としますが、極めて柔軟にナーブスのサーフェイスを作ることができるツールです。オプションにパラメータを設定できるのもこのツールの強みです。以上、ロフトツールの使用方法についての解説でした。